iPhone のアップデートももう携帯みたいに簡単になりました。設定ボタンを押して、その中の一般、一般をタップします。それソフトウェアアップデート、そこをタップして、あとは指示に従うだけです。それこの時の注意点なんですけど、電源は接続した状態にしてください。バッテリー残量50%以上でしたら、一応可能ですけど、やっぱ電源のある状態がいいですね。 それ今まで iPhone ってこの携帯みたいにその単体でのアップデートができなかったです。パソコンとか Mac に接続してそれで iTune でダウンロードしてそれでインストールする。そういう手順が必要でした。ただ iOS5 からはもう iPhone も携帯みたいな感覚で使います。まあこうなってくれると安心ですね。アップデートするのにパソコンがいらない。 iPhone を持つのにパソコンや Mac を持つ必要がないそんな感じで使いますので安心です。まあやっと iPhone も携帯に追いついたのかなって思いました。あと再起動2回入ります。再起動再起動中になんかメーターが動くんですけど1回動いた後にもう一度このように動きます。 これ非常に長いですので、気長に待ってください。それこれ早送りしてあります。実際はもっと遅いですね。これで再起動は変わります。二回再起動ですね。 2回目のグラフです。これでもう一度再起動がかかります。これでアップデート終了です。それもう一度設定で一般からアップデートをしようとすると最新ですと出ます。この画面ですね。最新ですと出ました。これで終了ですね。